かしました？うん、別に。なんだか気が散っているみたいですけど。なんか気になるようなものあります？小糸さん、近い。先輩って、本当。だって、好きな女の子の部屋に来て、ドキドキするのは仕方ないでしょ？先輩の変態。普通だよ。そんな目で見ないで。小糸さんは、もうちょっと警戒した方がいいと思う。そうですね。七海先輩にはちょっと気をつけますね。私にはしなくていいけど、他の人の前でそんな無防備なことされたら困る。